こんにちは、ようこです。今日は6月の19日の金曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドルトムント市なんですけれども、今日はね、よく晴れています。現在10時の時点で気温が20度とね、本当にね、気持ちのいい朝を迎えています。で、私は前回の動画の中で、ドルトムント市にあるザラについてね、ご案内をね、させていただきました。というのも、まあ、ザラも、このね、コロナの影響で、かなりね、経済的、まあ、打撃を受けているっていうことで減収になっているんですね。で、そういうこともあって今後ザラはまあ多くね展開されている店舗をまあ統合してまあ数を少なくし、まあ店舗にかかる費用、人件費を削減し、まあ主にオンラインでの販売をねしていくっていうことなんですね。まあそういったね形態を取っていくまあアパレルブランド、またね、他の業界においても、まあ、今後ね、増えていくと思うんですけれども、で、まあ、そういったザラなんですけれども、昨日から、もう、セールがね、始まったんです。で、オンラインでもちろん購入できるんですけれども、まあ、実際の店舗で、まあ、どういった商品が売られているのか、またね、お客さんはね、どういう感じでね、まあ、購入しているのか、まあ、そういったね、状況を、お伝えできたらいいなと思います。また、ザラをはじめ、まあ、他のね、このファストファッションブランドである、マンゴー、H&M もね、セールを始めているんですね。もう日本の方もね、ご存知でね、実際に利用されている方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、このドルトムント市にも、このザラとマンゴーがあるんですね。まあ、こちらのお店にもね、出向いて、まあ、セールの状況をね、お伝えしたいと思います。どんなね、商品があるのか、まあ、私もね、いいものがあればね、購入したいと思っていますのでね。で、まあ、そういったものをね、お伝えしたいと思います。それでは後ほど。